はい、こんにちは、マイケル太郎です。本日はですね、なんかこいつも毎回フォーカスを押しやがってと思ってる皆さん、いえいえ別に僕フォーカスを褒めたたえてるわけではないんです。別にフォーカスでも青チャートでもどっちでもいいんです。学校でも、え、お前青チャート使ってんの、フォーカスの方がいいで、へへみたいにマウント取ってくるやついません？逆に青チャートの方がいいで、へへみたいな感じでこのマウントの取り合いあると思うんですけど、どっちでもいいんです。これ結論、どっちでもいいんです。9艇以上の人、どっちでもいいから、どちらか一冊やってください。逆に両方やるのは被ってるんでダメです。どっちかやってください。で、そのどっちでもいいと僕が言う理由は、今日は論理的に喋っていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、青チャートですね。1A、2B、3、ドドン、太いですね、青チャート。はい、青チャートの解説に行きたいんですが、まあ、今日はですね、メインとしては例題の話はしません。フォーカスゴールド、ステップアップと青チャートのエクササイズ、これの話をしたいと思ってね、今日はエクササイズの話をしていきます。で、ステップアップとエクササイズ何が違うのか、まず問題数は一緒です。ほとんど一緒です。問題数はほぼ一緒です。で、何が違うか、難易度の幅が違います。明らかにステップアップの方が難問があります。が、青チャートのエクササイズには難問がないです。でも、こう聞くとですね、じゃあ青チャートじゃなくて、フォーカスのステップアップやらないといけないんじゃないのと思ったそこのあなた、非常に真面目ですね、素晴らしいですね。あなたちゃんと勉強すればいい大学行けますよ、絶対。はい。っていうことではないんですよね。結局ですね、まあ、9艇志望以上の人、まあ、ぐらいのレベルの人が、まあ、ちょっとエクササイズまで完璧にやりきるっていうことが起こると思うんですけれども、そういう人って、まあ、大概 Y の力いるじゃないですか。はい。で、結局、このエクササイズ、極端に難しい問題がないっていうのはメリットでもあるんですよ。フォーカスの難問がないっていうのは、つまりは極端な難問がないです。フォーカスのステップアップで、まあ、フォーカス持ってて、ステップアップやってる人がやったら分かると思うんですけど、特にやっぱ数3とかってすっげえ難しい問題じゃないですか。あと、整数の部分とか、すっげえ難しいじゃん、これ、みたいな。この解けるんかみたいなことあるじゃないですか。そう、あれが青チャートにはないんですよ。なんで、結構青チャートの方が進みはいいんですよ。だから多分早く終わると思うんですよ、エクササイズまでは。で、そこからまあ Y の参考書、まあ、世界一分かりやすい、巨大理系数とか、ここら辺を入れて、まあ、過去問に行ったりとかすると思うんですけれども、結局ね、Y を使って解くような問題、つまり難問が、フォーカスのステップアップに入っちゃう。ってるんですね。つまり、Y の前にそういう難問の知識量 X を増やすのか、結局この Y を入れた後でもフォーカスのステップアップに乗ってるような難問は基本的に初見では解けないです。当たり前です。解けたらあなた賢いだけです。なので結局は Y をやった後に知識量 X として保存するんです。なので Y をやる前に、知識量を増やすのがフォーカスのステップアップで、 Y をやっ後にどうせ当たるんですよ。過去問だとか他の問題演習で同じような難問には当たりますで、その時に同じ知識を入れるのか、 Y の前に、 Y をやる前に難問の X を入れるのがフォーカスゴールド、 Y をやった後に難問の知識を入れるのが青チャートっていうだけ で、しかも、青チャートのエクササイズの方が、難問がないも早々と終わりますので、 Y の勉強に入れるのは青チャートの方が早いんですね。で、その後に難問の X を入れるって形になるので、結局ゴール一緒なんですよ。ゴール一緒なんです。なんで僕は青チャートもフォーカスもステップアップエクササイズまでやるならば別にどっちをやってもいいよというお話をしてるんですね。別にどっちでもいいんです。結局 Y を入れた後にやるのかやらないのかの話なんですね。で、9艇でも北大とかですね、なってくると別にその Y の力ってそんなにいらないじゃんという人いるかもしれません。別に北大でその数学でバーンと稼ごうと思ってないっていう人はいるかもしれません。そういう人はですね、むしろ青チャートの方が良かったりするんですね。なぜかというと、フォーカスのステップアップの極端な難問でもフォーカスも素晴らしい。星4って書いてくれてるんですよね、フォーカスのステップアップって。だから星4飛ばせばいいっていう話になってくるんですけど、星4の中でも別にそんな難しい問題も、そんな難しくない問題もあるんで、なかなか判別が難しいんですが、青チャートだったら別に極端な難問全部運ばれてるんで、全部やればいいっていう判断になるんで、むしろ北大とか9艇でもそんなに難しくないところを狙ってる人にとっては青茶の方がいいんじゃないかなと僕は思いますが、別にそれはそれでフォーカスのステップ4だけ置いといて過去問行って後でやればいいだけの話なんで、別にどっちでもいいよ。だから結論、この青チャートとフォーカスゴールドですね、どっちがいいんだ論争は、学校で買い与えられたらそれ使っていただいたらいいですし、自分で買うならもうレイアウトとかそういう話でやってくれたらいいですし、まあかなりの、難しい大学、まあ、東大、京大、東工大とか、そういうとこ志望する人で、なんか問題のストックみたいな、いっぱい問題載ってるやつ欲しい、何問いっぱい載ってるやつ欲しい、過去問のやった後に、その、復習演習としてやりたいみたいな人は、フォーカスの方がいいと思います。後ろにチャレンジ問題とかいっぱい問題載ってるんで、そういう場合はフォーカスの方がいいですけど、こっちの総合問題は載ってるんですけど、総合問題かなり少ないんで、まあ、フォーカスの方がいいですけど、大概の受験生にとっては、しかもそういう人であっても、そのレベルの、問題演習っていう新数演とか、別の参考書で全然対応できるんで、
にそういう人にとってもどっちでもいいし、他の受験生にとっても別にそんなに大差はないので、どっちを選べばいいのっていうのはもう単純に本屋さんに行ってですね、見た目とかレイアウトの問題で選んでいただければいいので、アオシャドフォーカスどっちがいいの論争、結論どっちでもいいです。で、おしゃっていうのは後に復習入ります。ですね、夢さんムービーズではこのようにですね、受験勉強を論理的に、受験勉強全般に関することを論理的に解説するということでやらせていただいております。またまた僕が運営する教育サービスであるシェアリングナレッジでは、あなたの受験計画から一つ一つの参考書のやり方まで全てを論理的に、説明した上で実行してもらうという環境を提供しています。興味ある方は一緒に見るだけぜひぜひ参加してください。それでは、今日の復習いきたいと思います。おしゃどうフォーカス、どっちがいいの、結論どっちでもいいよ。なぜなら、結局エクササイズの方が簡単で、Y を入れる前に、難しい難問の X を入れるのがフォーカスで、 Y を入れた後に、難問の X を入れるのが青チャートで、その Y を入れた後と前での違いはない。なぜかというと、 Y を一冊入れた程度じゃまだまだフォーカスのステップアップの難問っていうのは解けないし、フォーカスのステップアップの難問を先にやったからといって青チャートのエクササイズの方が難問がないので簡単で早く終わっちゃうので、結局最終ゴールは同じ、かかる時間も同じだから結局好き好きですっていう話になりました。はい、この動画がいいなと思っていただいた方は高評価とチャンネル登録の方をぜひぜひしていただければ幸いです。また明日も動画更新していきますので、お楽しみにしていただければと思います。コメントも受け付けていますので、ぜひぜひしていただければと思います。それではまたお会いしましょう。マイケル太郎でした。バイバイ。